ロイヤルホストトもフライイドポテトの販売を一時休止しますロイヤルホールディングスは全国のロイヤルホストで単品のフライドポテトの販売を21日から休止すると発表しました原材料となるアメリカ産のポテトの供給が世界的な物流網の混乱で不足しているためで販売の再開時期は未定としています。 料理に添えられているポテトについてはしばらく継続する見込みですが、供給量が不足した場合は他の食材に変更する可能性があるということです。フライドポテトをめぐってはモスバーガーも一部のフレンチフライポテトの販売を休止しています。